今日も脳汁出してますか？パチガブ専属パチンコパチスロバーチャルライターの上条蓮です。パチンコパチスロ情報丸かじりガブッとパチニュースです。この番組ではパチンコパチスロの今を私上条蓮が分かりやすくお伝えしていきます。2週に1回公開していますので、チャンネル登録をぜひ。本日の内容はこちら。まずはこちら、パチンコパチスロ新機種発表。直近で発表されました最新機種、私がピックアップするのはパチンコ AKB483 誇りの丘。パチンコ AKB48 の3作目が強楽さんよりついに発表されました。はぁ、3作目ということなんですけれども、ちょっと台の情報を見たんですけど、もう卒業されてるメンバーとかもまだこの演出で出てきたりするみたいなんですよ。ってことはファンの人にはたまらないですよね。私もこじはる推しなんで、ぜひぜひ打ちたいです。パチンコ AKB483 誇りの丘の基本仕様は、大当たり確率約 319.7 分の1、各辺割合 65% の確率ループプラス小当たりラッシュ搭載機種となります。これまでのシリーズとは違う仕様、ゲーム性で登場ですね。ゲームフローと大当たり内訳はこちらになります。演出面ではなんと総勢100名のメンバーがシリーズ最多の多彩なアクションを繰り広げます。100名ですよ。皆さんはどれくらいわかりますか？注目の4大超絶ポイントはこちら、熱狂ライブゾーン、推し面超絶カットイン、ゼブラ柄、サプライズコンサート、超絶 SP リーチ。これらが出れば期待大です。1台丸ごとコンサートのキャッチ通り、ギミック満載で AKB48 らしく非常に派手です。中でも注目はメイン&サブ液晶を使用する超絶48フラッシュ。こちらは発生すれば高期待度の SP リーチ発展です。もう一つ私的注目ギミックはプニプニボタンです。なんと新感触、柔らかいボタンが搭載されているんです。これを様々なシーンで押したり揉んだり震えたりするんです。うふふ、触ってみたいですね。導入は2018年12月17日予定となっています。追って情報はパチガブにて随時更新予定です。続いてはこちら、直近のパチンコパチスロ新台導入情報。11月11日週、導入予定はパチスロ1機種となっております。パチスロランマ1/2、継続ゲーム数不定の ART と ART 中のチャンスゾーンから突入する疑似ボーナスの連鎖によって大量出玉を狙うゲーム性が魅力のパチスロランマ1/2がニューギンさんから登場。 ART 中のチャンスゾーンは無差別格闘チャレンジと呼ばれ、消化中の成立薬でボーナス期待度が変化する仕様となっております。11月18日週、導入予定はパチンコ3機種、パチスロ2機種となっております。パチンコ CR 新怪獣王ゴジラ LKH、 パチンコ版でしか見られない究極進化したゴジラや新規怪獣が活躍する演出は大迫力。スペックはミドルタイプの VST 機で、初回は 40%、 連サポ中は 52% が16ラウンド大当たりとなっております。パチンコ新鬼武者超双剣、新鬼武者パチンコシリーズ第2弾は小当たりラッシュ搭載のミドルスペックで登場。各編超双剣ラッシュは1回転あたり約24個もの増加が見込めるスーパー小当たりラッシュで、出玉を上乗せしつつバトル勝利を目指すゲーム性となっております。 CR コマコマクラブ@エイジセレクト Y、 人気シリーズの4作目はアラウンド20、30、40という3つのモードを選択できるのが特徴で、数字はアラトゥエ、アラサー、アラフォーと女の子の世代を表しています。40、30、20の順で演出がシンプルな仕様に。初当たり後は14回転の ST を獲得し、ここで大当たりを引き戻すと連サポ100回転の
サービスタイムに突入濃厚となっております。パチスロ、センコレ、太平女君、徳川家康、コナミアミューズメントの記念すべき6号機第1弾は戦国コレクションシリーズで登場。本機種センコレ、太平女君、徳川家康は過去のセンコレシリーズを凌駕した純増1ゲームあたり 3.5 枚の超快速 AT 戦国タイムを搭載しており、セット継続はおなじみのシナリオによって管理されています。パチスロ、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。ボーナスと RT によって出玉を増やすマシン。 RT がソロプレイからスタートした場合は、消化中のチャンス役や白七揃いを機に2段階目の RT であるマルチプレイへの昇格抽選が行われる仕様になっています。マルチプレイ突入時の平均継続ゲーム数は約350ゲームとなっているため、突入した際はまとまった出玉を獲得するチャンス。いやー、11月のこの週は熱い機種が多いですね。いやー、ランマ2分の1もそうですけど、やっぱ私的にはダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、略してダンマチ、これアニメ見てない人いたらぜひ見てください。ぜひぜひ見てください。見てからパチスロ打ったらもっと楽しいと思いますよ。そして私と語りましょう。次はこちら、今週のパチンコパチスロ機種ランキング。まずはパチスロからご紹介。第3位、ヘイ鏡。第2位、バジリスク、甲賀忍法帳、絆。そして第1位はパチスロディスクアップ。4位以下はこちらとなっています。いやー、2週連続1位のパチスロディスクアップ、強いですね。これは全国に着々とディスクアッパーさんが増えてる証拠ですね。続いてはパチンコです。第3位、パチンコ CR 新北斗無双。第2位、 CR パチンコ仮面ライダーフルスロットル闇のバトルバージョン。そして第1位は CR 被弾のアリア AAJPH。 4位以下はこちらとなっております。来ました、第1位、 CR 被弾のアリア AAJPH。 これ先週のニュースで私がおすすめで紹介した台なんです。1位嬉しいな。 Twitter のフォロワーさんでも早く打ちたいって言ってる人が多かったので、私も早く打ちたいな。本日のガブッとパチニュースは以上です。ご感想やご意見はじゃんじゃんコメント欄や Twitter でお聞かせくださいね。ということで今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。上条蓮でした。バイパチ。